今日は、えー、チャコラジ雑談会です、えー、今日の雑談のテーマ毎回これトークテーマを設けてやってるんですがえー、っとね陰キャ陽キャ論っていうのを今日はやりたいと思いますこのテーマだけで1時間、えー、お話ししていきたいと思っております陰キャ陽キャっていうのは陰と陽の、あのー、なんか暗いみたいなイメージの陰キャとちょっとなんかはしゃいで陽気でなんか明るいみたいなあの2つです で私はこの概念にちょっと物を申したいと、日々思っていて。で、なんで今なのかと言いますとね。えー、っと、つい数日前に、あの、ボカロのラジオが、ボカロ編として、えー、しばらく最近サブカルブの中で、えー、ラジオをお送りしていたんですが、そのね、冒頭ですね。ボカロラジオの一番最初にタイトルがね、ボカロ好きはインキャっていうやつ。 そういうクソリプをつけてくるやつにボカロ愛で言い返す陰キャ的試みっていうまあ、ちょっとメタ的なねタイトルをつけた回があるんですけどまあそこが陰キャっていうワードを一個拾っているのでまあ、一つ私の陰キャ陽キャロンっていうのを話しておきたいっていう胸で今回このテーマでやろうと思いますでですねこのお話をしたいなってとある友人に ちょっとなんか喋ってたんですよ。いずれその話したいんだって言ったら、えっ、ー、と、その回撮るときに、俺を絶対混ぜてくれと言われて、俺を呼んでくれと、聞きたいっていうふうに言われたので、えー、マジでって言って、えー、今回、今、ディスコードでつないでいこうと思うんですが、えっ、ー、と、ちょっとね、今待たせていますので、友人をお呼びしようと思います。では、友人兼リスナーのね、ティックさんです。お願いします。こんにちは。 インキャくんでーす。<laughs> お願いします。はい、インキャのティックくんです。えーと、まあ私とはなんかネットで繋がった友人で、もうだいぶ何年かぐらいか経ってるかなっていう友人で、まあちょっと口は悪いんですが、いいやつなので勘弁してやってください。いや、そんなことはないんで。<laughs> ちょっとさっき声張ってたじゃん。もっと声出してよ。はうるせえ <laughs> あ、ありがとう。うるせえとか言っちゃダメだ間違った。<laughs> これ残るからね。 タタタトトゥゥーーがそうだだよデジタルタトゥーだからね気をつけて終わった大丈夫大丈夫内,内定取り消しだ <laughs> <laughs> 彼内定決まってるんであのちょっと優しく <laughs> 優しくしていこうと思いますがおと,なしおとなしい声でね、はい、よろしくねよろしくお願いしますはいでですね今日あなたを呼んだのは他でもない陰キャラ陽キャロンの、まあ、聞き手として、まあ、ゲストでお呼びしたところでございますがその陰キャやらキャ 陽キャっていうこのお話を私がね最初した時にぜひ聞きたいっていうことで <laughs> 言ってくれたんだけどその心はいやーそれはねもう常々考えてることですので私も <laughs> あ陰キャ陽キャについて考えてると <laughs> まあねやっぱでも一番は中学生の時は<ー>も,もう毎日のように「もう陰キャとは陽キャとは」 それをね、はあはあ、考え続けた毎日。え、それは、まあ、さっき自己紹介してたけど、陰キャ側として考えてたってことなんもちろん。そうですね。<laughs> 面白いな。で、ティックの話も多分ね、えっ、ー、と、この、私が今日ね、3つ説を持ってきたんですけど、その陰キャ用キャロンを語るにおいてね。で、その説を私が、 ティックにお話しして、その中で、あの、ティック側サイドのね、あの <laughs>、ええー、学生時代の苦い思い出とか、なんかいろいろ出てくるかもしれませんが、まあそれも踏まえて、今日はお話ししていけたらなと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。で、でもゃ喋っていきたいんですけど、まず大前提として、ええー、とね、私の立場としてね、もうこれは本当に偏ったあれとしてお聞きいただきたいんですが、自称陰キャと、 えー、その、陰キャを攻撃するやつ。この2者はですね、もう敵とみなします。<laughs> なるほどね。ので、俺、陽キャなんだよねっていうアピール。あるいは、その、ボカロ好きって陰キャだよねとか、そういう、何くくり方をして、雑にまとめるやつっていうものを、こう、敵として私はみなしていますよっていう大前提で、えー、お聞きいただきたいんですけど、よろしいですか大丈夫かなこれ。何何何,何 いや、いい、いいんじゃないですか大、大丈夫かなえ、何何何がいや、敵、そうか、敵か。敵だよ。いや、いいよ。何何怖い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 。<laughs> なるほどね。え、やばい、私、過激派大丈夫かないや、まあまあまあ、過激派に対して過激に返してるだけだから。<laughs> そうですね。だから、まあ、目には目を、歯には歯を方式で。 ちょっと。ハンブラビ法典を信じていきたい。ああ、よろしくお願いします。じゃあ、早速ですね、今日1時間で終わらせるので、もう、とっとことっとこいきたいんですが、3つ説があるうちの、えー、まあ、3つ目が私としては有力かなって思っているので、まあ、1個目、2個目はサクッといきたいんですけど、1つ目は、えー、っとね、陰キャ惑星説です。<laughs> 陰キャ、惑星ね、プラネットね。 はい。はい。えーとですね。ちょっとこれはまあ以前ティックにちょっとお話ししたんですが、あの、まずね、この説の中では、陰キャの対義語は陽キャではないっていうのが主な主張になります。はいはい。はい。で、どういうことかっていうと、あのね、99%の人が、まあ基本的に私は陰キャだと思っている。全人類の中で。で、残りの1%はじゃあ何かというと、 陽キャではなくて、ただのね、陽です。陽いいですか <laughs> あいいですよ。<laughs> もう一回言いますね。えっ、ー、と、全人類の中で99%の人は陰キャなんですけど、1%の、残り1%の人は陽キャではなく、もうただの陽つまり太陽なんですね。あ人間の話してる。<laughs> いや、人間の話してるんだけど。えっ、ー、とね、つまり、 キャラクター、陰キャのキャっていうのはキャラクターだと思うんですよ。陰のキャラクターだと思うんですけど、その、キャラクターっていうのはあくまでも見え方、上辺の問題なんですよ。で、えっと、陰キャっていうのはさ、ま、見た目が陰、ンキャな、見た目が陰なわけじゃん、上辺がね。で、陽キャっていうのはまさに明るさだけをまとっているだけの、もう、キャラであって、なんだろ、う 嘘なんだよね <laughs>。<laughs> <laughs> 陽キャはもうなんか虚構なわけよ。虚像なわけ。だから明るい人を装ってるやつ、だか何だろう、自称明るいですみたいなのを陽キャってするんだとしたら、なんかね、それはさ、結局みんな、えー、陰キャなんですよ。そいつも、本当は陰なの。あのー、 本当に光ってるやつね。ガチのようってやつは、キャラじゃなくて、マジで光ってるから、えー、見え方とかそういう話じゃなくて、もう、えー、見えてるところも見えてないところも全部光ってて、全部明るいようなんですよ。あー、わーわわわわ言いたいことはね。はい。だんだん。だから、陽キャなんてものはね、存在しないわけ。あの、ドーナツの穴と同じでね。<laughs> <laughs> うん、わかんないけど、そ、とにかくね、だから、えっ、ー、と、人類は二分されると。で、陽キャと、陽陽キャじゃない、陰キャと陽しかいません。だから、陽キャなんてものはもう存在し得ないので、自称陽キャって言ってるやつは、もう、本当は陰キャなんだよ。彼らも。ああ、そうですか。うん。陽キャの人たちが、自称陽キャの人たちが攻撃したがっている陰キャなんですよ。彼らもね。で、ま <laughs> ただ一つだけ言っておくとすると、その陰キャの中にもグラデーションはあるよっていう話で、えっ、ー、と、何ですかその太陽側にね、近い地球みたいな人たちもいれば、その天王星みたいなね、すごい遠いところにいて光が届きにくい人たちもいるよっていう話で、まあ見え方の問題なだけで、基本全人類のうち、ほぼほぼ陰キャ、照らされる側だけの人がいて、本当になんか、 ど天然ですねみたいなど天然で底抜けに明るいですねみたいな人はキャラでやってるわけじゃなくてガチでそうなんだっていうことを唱えたいですなるほどねはいこれが一つ目の陰キャ <laughs> 惑星説になりますがいかがでしょうちょっとだけ気になるのははい <laughs> 自称陽キャくんは,はねだからあのえっ自称しない陽キャって 俺、陽キャなんだよねって、あんま聞いたことないけどな。あじゃあ、もちろん言葉で表明するかどうかは別として、あの、ああ顔に貼ってあるというか、あの、主張、アピールね。言動で。ああな俺なんかちょっとイケてるグループにいて、なんか、何、例えばヒエラルキー上で、なんかお前らとは違うんだ、みたいなこう、何ですかマウント取ってくるというか、人類マウントみたいなものを取ってくる人ああ。 そういう人で、ちょっとうざいな、みたいな。生きってる側で、あと何ですかね。自分のことを、ちょっと。まあ、あやっぱ相対的に見てるって感じがな。暗い人に比べて俺は明るいぞ、みたいな。あ<ー>そんなジメジメしてないですよっていうアピールをしてくる人が、自称陽キャかな。なるほど。うん。まあ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 。<laughs> なるほどね。実際、どうなんか、その自分がさ、あ、でもあれか。 自称陽キャっていう人をだからティックをあんまり見かけたことがないうーんそうだねそんな特にそのね陰キャ陽キャについて深く考えていた時期はうん、うん、それこそ陽の人がやっぱ多かったいや違うなその説で考えると、はい、確かに辻褄が合う部分もある <laughs> 教えて教えてどんなんどんなん 来やすいので言うと、うん、やっぱ、いけてるグループの中心と取り巻きだよね。はいはいはい、そう,そうそう、そうなん、そういうことそういうことそういうこと。ううことやっぱ中心は確かにようだね。そう、ガチのようでしょ。あれは違うね、ちょっと話が。うん、そ,うそ,うそうそうそう。確かにその取り巻きを自称陽キャと定義するのであれば、その話はちょっとわからんでもないあ。ありがたい、大変歩み寄っていただいて。<laughs> 確かにあの人たちは、結構ね、まあ、現代に存在する言葉で言うと、キョロジ銃とかね、<laughs> 当てはまるのかな。<laughs> ああ、いいじゃないですか。やっぱ、思い当たる人物がたくさん顔を浮かんでくるね。 やっぱさ、本当に中心人物で、あの、人望があるパターンの,あの中心のようの人ね。なんか、いじめのキャラ、いじめのキャラっていうか、いじめグループの主犯格とかそういうのじゃなくて、本当になんか人、人として明るくて人望があって、みたいな人はようだし、その取り巻きっていうのはやっぱり照らされる側だよねっていうのがあるかなって思うんだけど。うんうんうん。いや、わかりますね。よかった。 インっていうのもも、まあ、からんでもない <laughs> そうだね。だから、なんだろう。うに、やっぱ見える人っていうのが、陽キャって呼ばれてるのかなと思うんだけど、でも私から見ると、いや、それも陰キャの延長だぞ、みたいな風に思える。うん。うんうん、やっぱ、それが一番わかりやすいのって、表に出る時じゃないああ、例えば、例えば。 自分の中学時代のあれで言うとうん、うん、クラスでクラスでっていうかもう学年ですごい、はいけてるというか中心人物みたいなやつが2トップいたうんだ、うん、ああはいはいはいでも今思うと片方は明らかにどこでも明るくいけるしおううんうんうんそのみんなの前に立っても面白いし差しで話しても面白いっていうんうんうん、その人が YO だよねうん でも、もう一人の方は <laughs>、仲いい人たちといるとき輝いて、うん、表に立ってるときは、全然なんだよね。あー、なるほど、いるね、そういう人ね。そう、だから、人の前に立って面白いことのできない中心人物。うんうんうん。<laughs> あれは、めちゃめちゃ太陽に近い惑星か。なるほどね、なるほどね。そうだね。 輝いて見えるんだけど、じ、実は一人だとあんまり輝けないみたいなね。そうね。うん、ちょっとあんま言うとあれだから、ここはね、使うか任せるけれど、はい、なんか、文化祭でそれこそ、出し物みたいなお,は <laughs> お遊びがあった時に、はい、あの、クラスの中心グループの人たちが、うん 女装大会みたいな、女装コンテストみたいなのをやったのよ。出し物として。はい、まあ、それ自体は結構そういうのやらない人たちだったから、うん、やるなと思ったんだけど。で、その、さっき言ったもう、めっちゃ、ようなやつは、はい、やっぱ、バキバキにキモい女装をちゃんとしてくる。<laughs> ああ、なるほどなるほど。でも、さっき言ったトップ2のもう一人の陽気派の方は、うん 着ぐるみ着てやがったんだよ。あらー、逃げたね、ちょっと。<laughs> マジであれ、もう俺一生覚えてるぞ。あ<ー>ちょっといただけないなーって。<laughs> 振り切れなかったパターンですね。うん。あれ、出せーって,って。せ <laughs> ありえねーよーと思って。ああなるほど。すごい、ね、よく覚えてるね。うん、僕その時生徒会でね。あ はいはいはい。そうだよね。僕は超絶陰キャ君だったんですけど、うん、人前に出る時だけは全力でふざけてたんで。ああ<ー>。そっちの方がいい。そういう意味じゃない。うん、やっぱちょっと彼は許せないな。うん、<laughs> 腹がくくれてないよ。あえ覚悟は足りないその覚悟が足りない着ぐるみの彼はさ、なんなのその、えー、自称陽キャっぽいアピールが。 あったのかつまりなんか、陰キャを見下す傾向はあったのなかったのうーん。そこまで関わりなかったから、あれだけど。うん、な、なんだろうね。あからさまにはしないよ。あ、はいはいはい。あからさまにはしないけど、腹打ちではしてるのが、じわっとちょっと見える。ああ、そうなんだ。ちょっとそれだと私はなんかあれだな。あんまり、許容できないな。ははは。 ああそうですかやっぱね、別にいいんだけどさ、その、ちょっと振り切れないトップ2の彼もいいんだけどさ、なんか私はさ、その、誰が許せないかっていうと、別にトップ2でも、つまり陰キャのめっちゃ太陽に近い側の人でも何でもいいんだけど、それよりも太陽から遠い陰の人たちを見下さないでほしいっていうのがあるんだよね、多分。<laughs> そこに集結するな私はどこ目線なんだそれは何だろうねなんかなんかさこれ究極突き詰めると多分人権みたいな話になってくるんだけどさ <laughs> いやなんか人として対等に接してよみたいなあの本当に洋の人ってさマジで陰キャとか関係なくさなんか誰とでも喋れるじゃんだから洋の人って私好きなんだけど その、周りのさ、えっ、ー、と、陽の近くで光ってる、自称陽キャっぽい、そのアピールがひどい人たちってさ、なんか、えっ、ー、と、俺たち明るい側が暗い側と仲良くしてやってんだぞ、みたいな感じとかさ。うん。っていうのをたまに感じる、感じてたからさ、<laughs> 私もなんか <laughs>、えっと、陰キャ側としてね、生きてきた側だからさ、すごいそういうのに多分敏感なんだよね。っていうのはあると思う。私でうん。 接するときと、うん、集団の中にいるときってまじで違わないああ、ああ、わかるわかるわかる。わかる。あれ、本当に嫌いだったな。うん。じゃあですね、今、陰キャ、えー、惑星説、お伝えしましたが、じゃ二つ目の説です。これもサクッと行きましょう。二つ目はですね、働きありの法則、亜種説です。<laughs> これはわかりますよ。わかりますか え、<laughs> ちょっと待って、マジで。何も言ってないのに、ちょっと、じゃあ、ちょっと先読み、先読みして言ってみてよ。私の説。いや、はい。そもそもの、働きありの法則っていうのは、あれですよね。はい、の働きありの集団を観察した場合、はい、働くやつ8、サボるやつ2とかだった。そう、8、2です。はい。ね 割っていうのがもう集団としてあって、うんうん、その働いてる鉢だけを取り出して、一つの集団にした場合でも、<laughs> はい、その中でまた2割サボるやつが出るっていう法則ですよね。うんうん、そうです、そうです。まあなんか別名パレードの法則とか言ったりするんだけど。はい。法則と同じように、そのサボるやつ、働くやつが、陽キャ、陰キャに置き換わってるような話ですよね。うん、うんうんうん。それは まあ、いろいろ生きていれば実例も思い浮かぶんじゃないですか、みな。<laughs> これあれかな実体験にあれ割と即してるかなうん、感覚的に分かりやすいんじゃないですかそれは嬉しい。まあ、んか陰キャ集団の中にも、うん、その中でやっぱ、陰キャ界の陽キャが現れるからね。うん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 。そう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 。陽キャを集めても、陽キャ界の陰キャが現れるしね。そうだね。まあだから、 さっきもちょっとその惑星説の時に言ったけど、まあ、グラデーションだよねっていう話でとあとまあもうちょっと言うとその陰とか陽ってさ、まあ、言葉自体がもうそもそもなんだけど相対的な概念だよねっていうのがこの説の本質なんだけど今言ってくれたようにね陰キャを全員取り除いても必ずまた新しい何陰キャは発生するし、まあ、陽キャを全員取り除いてもまた陽キャが発生する。 だから何ですかねあの、オタサーの姫みたいな状態でさ、オタクの中にもなんか姫と崇められる人が、あの、発生するわけじゃん。それは何、何<う>えっと、洋の中での、こう、イケてるギャルみたいなのが発生するのと同じように、陰キャ集団の中でもなんか、一人ちょっと、こう一点みたいなね、頂点みたいな、上割りみたいな人が出てくるんじゃないかなって思うんだけど、で、それなんでそうかなって思うとね、多分、あの、 一気に全員疲れれちゃっってやっぱコロニー潰れると思うんだよねねコロニーよね <laughs> そうあの確かねちょっとこれ合ってるか裏取りしてないか覚えてないんですけどこの働きありの法則自体もその必ずサボるありが出てくるっていうのは要はちょっとずつみんなで時間をずらして休憩するっていう。 風で、みんな一斉に働いてると全員疲れて、全員休憩に入るタイミングがあるから、コロに結局潰れちゃうんで、それ回避するために、えっ、ー、と、少数のやつをちょっと常にサボらせるっていう、まあ、戦略的な、あれなんですって。はい、うん。だから、同じようにさ、全員いいんだったらさ、全員疲弊したりさ、あと全員ようでもさ、やっぱ多分どっかで全員しんどくなっちゃうんだろうなと思って。そうだね。そうそうそう。 っていう意味で、ちょっとゾーニングが無理なんじゃないかな、グラデーション。だから余計にね、と思って。もう、こっからここ、この数値以上の人はじゃあ、陰キャですよとか、陽キャですよっていう分け方が、まあ無理なんだろうな、ということで、まあやっぱり、どの集団にでも、相対的に見て明るい人、相対的に見て暗い人っていうのが、まあ存在するよね、っていうのがこの説です。はい。 まあこれはね、大体、あの、想像していただいた通りだと思うんで、異論はないと思うんですけど。やっぱ、異論はないけど、うん、今ので確かになって思うのは、うん、あの、すごいなんか、なんだろうな、フロントマンな人はいはいはい。悪い言葉言うと、すごいしゃしゃる人あはいはい、目立ちたがりみたいな。そう。が、一集団に二人いると壊滅するんだよね。ああ、わかわかる <laughs> そうだよね、えって、と、しいな。あのタイプね、本当に混ぜちゃいけない人っているから、やっぱそういうのは、そのコロニーの全滅を、うん、ああ、そういう現象だったのか、と思い出すことは、いくつかあるよね。で、逆にさ、あの、キャも、えっ、ー、と、本当やっぱさ、被るとやばいけど、少人数なら必要だなっていう事例もあってさ、あの、うん、例えばなんか、 そうですね。じゃあ、5人か6人ぐらい、6人にしようか。6人でレンタカー借りて、なんか、ちょっと小旅行するとしますね。でかい車借りた、ね、でかい車借りて、旅行行ってんだけど。と <laughs> は。<laughs> いいですかな。で、なんでしょうね。あの、晩ご飯決めることになったけど、全員がさ、どこでもいいよ、なんでもいいよって人だったらさ、飯決まんないじゃん、一生。うんうん。でも、 そうなんか、ええー、ちょっと私はいいやみんなの好きなもので合わせるよーっていう人の中に一人だけ、ええー、じゃあ俺ちょっと今日ラーメンがいいって言ってくれたらさ、助かるじゃん、結局ね。そう,だねそうなのよ。いなきゃいないで、まじみんな、もう運転事故るから、そんなもん。ラーメンって一言言ってくれる人がいるのがどんなにありがたいかっていう話なので、なんか、なんだろうね、陽キャだからとか、陽だから全員潰したいみたいな風に私は思ってないんですけど、やっぱ必要なもんは必要だよっていうのはね。 お伝えしておきたいね。まあ、真の陰キャ君はそこで、えー、ラーメンって言うんです、ね、<laughs> <laughs> それ、陰キャかどうかなのか <laughs>、ね。そういう人たちはちょっと滅ぼした方がいいのかもしれないあ。そうだね。あのー、ちょっとなんか、逆を言って、喧嘩するタイプはね、ちょっとそれはまた弾いた方がいい陰かもしれないですね。 あのね、この何ででもいいよっていよてうう言葉を深掘りすると一つのラジオができてしまうからちょっとねこ、ここからね、そこに広げるのはちょっと新しいあの巣を作っちゃうのでやめときましょう。そうですね。はい。えー、二つ目の説が働き合いの法則、アッシュ説でございました。これはわかりやすかったですね。はい。ありがとうございます。では、まあ私的にはね、ここからがちょっと <laughs>、 よりヒートアップする話なんですけど、三つ目の説です。犯人は小学校教員説です。えー、なるほどね。これなんかちょっと予想つく想像つく、うん、いや、わかるよ。<laughs> 何がわかるちょっと言ってみてよ。想像したこと。いや、わかるっていうか、まあその言いたいことはまあちょっとずれるかもしんないけど、 漢字読み方低前,、はい、前説。はい低前説。もともと同じ状態の人が、まあ、同じ状態じゃなくてもいいけど、うん、小学校教員の扱いによって自信がつく人自信を失う人とかが現れた結果陰キャ陽キャになっていくっていう <laughs> 後天的にそうなっていくっていう。まあそんな感じですね。まあ、素晴らしい<ー>素晴らしいコンサートですね。 あのね、あのさ、これ、私だから言っていいんじゃないかって思うんだけど、あの、皆さんお忘れだと思いますが、私、元ね、小学校教員なんですが、えー、<laughs> うるさいわ <laughs>。うるさいんだよ、お前は <laughs>。やっとかないと。<laughs> いや、いいんだよ。そのリアクション別に求めてない。今、リスナーに、あ、そうだったのねっていう思い出してもらえたら、それでよかったんだよ <laughs>。 ゲストとしての仕事を果たそうとしなくて <laughs> やんなきゃと思っていいですいいですありがとうございます進めていいですかあどうぞお願いしますはいでえっ、ー、と小学校教員だったんであのプラス自分がその何院キャに仕立て上げられた方だと思っているのでえっ、ー、と何でしょうねそういう風に仕立てている同僚の教員とかを目の当たりにして もうすごいげんなりした覚えがたくさんあるんでその話もちょっとしたいんだけどあのっていうか私が小学校とか中学校の時とかと教育現場ってほんと変わってないんだな先生の働きかけ声かけって全然変わってないなって思ったのがさまずはねえー、小学校において特にね運動できるやつ至上主義っていうものはすごい植えつけられているなっていうふうに思って。 これは、なんとなく、そうだなっていう感じするうん、そう思ってるし、そのせいかわかんないけど、未だに俺は運動できるやつ偉いと思ってる。ああ、なるほどね。もう偉い。そうだよね。だから、足が速い子はすごい偉いっていうか、なんかちょっと、なんだろうね、あれは。まあ、あれも相対的な感じなのかなと思うんだけどさ。ちょっとこれはね、センシティブかもしれないんですけど、あのね、運動、 以外が得意な子供が大切にされていないのではないかというふうに感じる面が多々ありまして。まあ、しょうがないんだよ。その、運動会がまずあるから。運動会、別に私は運動会はあっていいんだけど、運動会を作るんだったら、他にもっといろいろ何とか会をやればいいんだよ。あの おたく、おたく、おたく考察、えー、大披露会大展示会とかさ。<laughs> なんで考察なんだよ。知らないけど、違う、なんかさ、あのー、文化祭とかで終わらせるんじゃなくて、なんか、イラストだったらイラストに特化した、なんか展示会とかさ、音楽好きなやつは音楽好きなやつだけの、音楽祭みたいな、本当に楽器ある子だけの、とかさ、別に何 えと合唱祭だけのさ歌だけじゃなくてさ小学校であんまりやらないような楽器ができることかさなんか自分が家に楽器あるもんかき集めてさそれだけやるやつ文化祭とはまた違う形でさちゃんとなんかどハマりしているものを披露できてそ,それもかっこいいじゃんっていう場がないのが私はなんかその運動がね結構運動だけすごいっていうふうになるものを助長してるんじゃないかなって。 思うんですけど、まあ、これちょっとね、行き過ぎたしそうだと思うので <laughs>、あんまりあれなんだけど、なんかね、とにかく、外に出て遊ぶ子、これをすごく健康的で、あと、ま、体力の低下が叫ばれているので、それもちょっとしょうがないところはあるんだろうけど、学校としてはできるだけ外に出て遊んでほしいっていうのがあるんだよね。体力テストとかで日々、 成績が落ち込んでいって、日本の子供は体力がどうのこうのとか、骨折率が高いとかね、ちょっとコロナだけですぐ怪我しちゃうとか本当にあるから、えっ、ー、と、そういうのも防ぎたい。えっ、ー、と、自分たちの体力、なんか体を強くしてほしい、健やかにっていうのもあって、運動を推奨しているっていう背景があるのは、あの、十分わかっているんだけど、でもさ、<laughs> あの、何ですかね。 ちょっとしすぎている部分であったり、そうできない子、あるいはそうしない子をちょっと問題視する傾向があるなっていうふうに思っていて。うん。あのね、ほんとこれ嫌だなって思う。これさ、私は今愛知県に住んでるんだけど、愛知県だけかもしれないんですが、あのね、運動しろ、運動しろってさ、外に出すことはあるくせにさ、 読書習慣ってのがあるんだよね。うん。で、その時期になるとさ、休み時間でも本読めって言うんだよ。意味わからんじゃん、と思って。いや、それ、勝手に学校が作って今日、なんかこ、今週はなんか、なんとか習慣、読書習慣か読書月間か知らんけどさ、で、学校中の何えっ、ー、と、兄弟学級とかさ、なんか、医学年交流がある学年とか、他の学年と、 その、読書推薦文みたいな本のおすすめを校内でやり合う、なんか行事があったりしたんですよね。学校内に簡易ポストがあって、で、それを多学年に配達できるシステムが、その時期だけ作られて、だからそのお便りをめっちゃみんな出したいから、その時だけみんな校庭からいなくなって、ひたすら休み時間、その、郵便物を書いてるわけですよ。はい。 その習慣が終わったりりしてあの駆け足習慣ととかね始まったりするるんですわあのわ多分これはね地域による全くない県もあると思うしある県もあると思うんですけどあれ何て言うんだマラソン大会みたいなのがあってそれに向けて、えー、休み時間長い休み時間を使ってひたすら校庭をね周回するっていう駆け足習慣っていうのがある学校があるんですよ。 音楽ずっと鳴ってんのよ、その、ちょっとアップテンポの曲がずっと流れてて、全学年がさ、うわーって、校庭の中を、トラックね、<laughs> 何周もすんの。友人やんけ。<laughs> <laughs> で、何あの、その、走った、何周走ったかによって、あの、なんか、日本、日本列島一周とか言ってさ、えー、あーありそう。あるでしょう。 日本地図塗っていくやつとか、日本地図終わった子世界地図とかさ。うわー、クーピーで色を塗っていくんですよ。ああ、あるなそう。で、それやってる時は、だから、それを、その色塗りがめっちゃ進む子が一番ステータスがあるわけね。はいはい。体力があって、いっぱい走るのが好きで。 そういう子はやっぱり強化されるじゃん。えー、いっぱい走れてすごいねとか、いっぱい色濡れて運動得意なんだねって言って、あ、運動が得意だとこんなに、えー、大人とか、あるいは友達がね、認めてくれるんだっていうふうに、こう性の強化がされていって、どんどん運動できる人とできない人のなんか扱いっていうのがさ、ちょっとやっぱ差がついていくわけじゃんか。それって別に別に、な、何 いいんだよ。別に得意な子は得意な子でいいんだけどさ、なんかさ、そうじゃない子をどう扱うかっていう問題なんだよね、きっと。わかんないけど、私のこれはね、試験だから、本当になんか、一個人が何か言ってんなって思ってほしいんだけど、なんかね、どんくさい子っていうのはね <laughs>、先生たちに、特に若手教員にとって扱いづらいのかなってのはすごい感じました、当時。なんか弱、弱 ちょっと例えばぽっちゃりしているとかで、みんなよりも足がちょっと遅いとかね。ってなってくるとさ、何が困るってね、あの、愛知県ってすごいです愛知県のめっちゃ悪口言ってんだけど。<laughs> 愛知県のさ、なんか管理教育結構ひどくてさ、なんていうのみんな一緒に何かをさせるっていうのがすごいんですよ。はい。だから、整列とかさ、運動会だったら入場の更新とか。 まあ、もともと運動会なんてさ、軍隊の延長だから、それがあるのは、そういうもんなんだけど、もう一心乱れぬ感じでさ、足をしっかり上げて、腕もピンってして、で、軍隊っぽくさ、ザッ,ザッ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 ってその場で足踏みとかするわけですよ。いや、それはどこでもあるじゃないですかそれをね、あの、まあまあ、そういうのが一例だけど、うん<あ>。なんていうの 厳しすぎるんよ、マジで。結構なんかこれ大丈夫っていうぐらい結構厳しかったんだよね、私が赴任した学校。それは、その子には多分無理な運動を要求してないかっていうぐらい、もっと早くとかさ、音楽に合わせてとか言ってたわけ。怖すぎて。マジでと思ってさ。 これ出るとこ出たらなんか言われるぞみたいな。結構ギリギリな指導をしているのをさ、それがなんか一人の先生とかじゃなくて結構学校全体的にそんな感じだった。なんか全体で何か行動をするときに、とにかく乱れてはいけないみたいな。っていうときに、ドンクサイコが目立つんだわ。どうしても。聞いてる人苦しい人いるかもな。うん、ちょっとね、苦しい人いるかもしれん。いや、これ、<laughs> すごいね。一時停止とか、ブラウザバックとか、すごいんじゃないか <laughs> いや、これをやるのがラジオだろう。いやこれ、すごいんじゃないか。まあなんかそういう結構、生々しい事情があったんだよね。だから余計にさ、ああちょっと今、すごい <laughs>、そうだね、脱線してるね、ごめんね。だから <laughs>、そういうのもあって、 学校の先生ってさ、そういうのをさ、ええー、と、まあ、正直先生の手腕一つでさ、そのどんくさい子が別に、あ、そういう子もいるよねって普通にみんなが捉えるのか、え、あの子どんくさくってダメな子じゃんとかさ、そのなんか良くないね、みたいな、いいねの反対をつけられるような、あの、評価になっちゃうかっていうのは先生の手腕一つだと思うんだけど、それをやっぱ助長してたんじゃないかなっていうのはあります。 でですね。これもっとしんどい人が出てくるかもしれないから、ちょっとごめん。マジで。えっと、自己責任で聞いてほしいんですけど、えっと、ドンクサイ子以外にも、結構学校の先生的に、特に若手ですよ。ベテランは大したことないと思うんですけど、若手の先生同士とかで喋ってる時に、困った子だね、みたいなのでよく上がってた。えあれとしてはね。教室で一人ポツンといる子。 っていうのが挙げポツンといる子ってどういう状況を、ね、えっとですね、だからそれこそ外遊びでみんな外に行って、っ天気のいい日でね、暖かくてポカポカしてる日に教室に一人でいて、例えば本を読んでいるとか、えー、自,由自由帳で絵を描いているとか、<ー>なんだろう、友達と二人とかね、本当二人セットとかでなんか手遊びとかさ、なんかたわいもない遊びをしているみたいなっていうことかを、 私としては、あの、声はかけるよ。もちろん。なんかそういう子がいたら、何してるかなーって見に行って、あ,あ、絵描いてんのかああこの子絵好きだもんなと思って終了なんだけど、なんかね、他の先生にするとね、あの子いっつも教室に一人で、いっつもいて、なんか、ちょっと気になりますよね。みたいな感じなんだって。あ,あえ、そういう風に見てるんだと思って。いや、本当になんか、例えばね、いじめられてて、 結果で一人になってるだったら、それはもちろん気づかなきゃやばいんだけど、いや、明らかにこの子違うやんっていう子はもう見てわかるじゃん、そんな。あの、接してりゃわかるし、あるいはさ、もっと言うと、一人で痛い子もいるじゃん。こう、空気を読んで、周りのこの表情とか感情とかを読んで、コミュニケーションするのが難しい子は、一人で、 えっと、過ごしてた方が、まあ、楽な子も絶対いるんだけど、そういうことかも一色たに、とにかくコミュニケーションが素晴らしいんだっていうふうで、みんな仲良くを押し付ける傾向がやっぱり学校ってあるんだよね。それがさ、なんか学級目標とかに入ってるクラスも平気であるわけじゃん。ああ、学級目標、夏。ね学級目標とか、愛知県ではね、休訓とか言ったりするんだけど、あの、学級のね、訓で。硬いね。硬いでしょう。 とか言っったたりししてましたけどやっぱみんなさっきもなんか言ったけどみんなとにかく一斉に何かをするとか、えー、みんなで外で遊ぶとかさだから結果的に少数とか少人数で何かをしてる人がそれが決してなんか、えー、ネガティブなことをネガティブな問題とかを引き起こしてなくても問題視されるっていう意味わからんこう構造になってるんだよね。 なので、結果的にどうなるかっていうと、一人で何かをするのが楽しい子が、えー、陰キャ扱いされるんだよね。うん、うん。それがすごい悲しいというか、陰キャを学校が助長してる。まあ、学校の先生が助長してるんじゃないかなって私が思うところ。そうね <laughs> やっぱ、学校なんだよな陰キャって概念が生まれるのって。そうだと思う。学校以外でなかなか生まれにくいと。 思うよ、私も。<laughs> 会社で生まれるかね<ょ>かか陰キャっていう概念。生まれるかなやっぱ学校を経由してるから、どこのコミュニティに行っても、えっ、ー、と、相対的にいいんだねとか、相対的に良いだねっていう、えっ、ー、と、色メガネができちゃうのかなって思うんですけど。で、あとさ、もう一個その、陰キャの成分を強める要素として、 またあれなのがさ、その、まあ、対次概念にいる、まあ、キャですよね。あえて、キャってつけますけど。要 <laughs>、キャたちはね、これはもう偏見ですよ、偏見。偏見なんですけどね、声がでかい、まず。いや、それは偏見じゃないでしょ。あ、本当？合ってる統計取ろうぜ。声がでかい、デシベルが絶対にでかいんですけど、で、声がでかいとどうなるかっていうとね、副次的なあれとしてね、あの、まあ、まずノリで、 生きているということあの。ウェーイって何かでかい声を出す。ね。<laughs> あいつなんか一人でやってるとか言って、無神経という二次,二次災害も出てきてですね。だから、思考よりも先に直感で動くというか手が出るみたいな感じで、相手があの子一人でいる子にこんな声のでかさで声かけていいかなとかいうのを想像する。 人がね、やっぱ少ないのかな <laughs> と思ってて <laughs>。結果的にさ、対比が強まっちゃって、コントラストがでかくなっちゃって、陰の子がさ、陰とされている子がさ、よりそっち側になんか印象操作されるみたいな感じでさ、どん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 こう差が広がってっちゃうっていうもう、地獄絵図なわけよ、学級って <laughs>。今、心すごいわ。 いや本当に今聞いてる人ごめんボロボロかもしれん <laughs> 声のでかさって暴力なんだよ、ね、いや暴力だよねいや本当にだって言っときますけどねあれですよ本当のねさっきあの惑星説で言った陽の人ねえっ、ー、と明るさのど真ん中にいる人ってさよく見てみてください皆さんそんな声でかくないからね 多分騒いでんの周りだけだから。あの、陽キャの人たちだけで、本当に中心にいる人はね、あの、誰かの人の感情の機微は絶対気づけるし、じゃないとね、そんな真ん中にいられる人望が集まるポジションには絶対来れないので、その人はあんま声でかくないと思うんだよね。だから、声量がでかいなっていう人は、ちょっと要注意ですね。<laughs> 要注意全員そうとは言わないけど声、うん、のでかい人ってやっぱ相手の気持ち考えられないよね。あそううだと思うな相手のうん気持ち考えられないっていうのもあるし <laughs>、うん、なんか幸せなやつなんだなって思う。<あー> <laughs> あそいつの中ではねあー やっぱそいつ自身がやっぱ嫌な思いみたいなのをした経験が絶対に少ないと思うんだよ。うん,うんうんうん、それはそうだと思う。だから、あの、こういうことしたら相手は嫌かなって思うその統計データがそいつの中で全然取れてないんだよ。そうだね、サンプルがないんだもんね。自分が嫌だと思ってないんだもん、も。う,う,うんうん、それはそうだと思う。なんて幸せなんだ。 いや、私もショックだったもん、あの、一番初めてね、私が陰キャ扱いされたって思った記憶がね、中学校なんだけど、中学1年生の時に、私ね、当時ナルトが好きで、漫画のね。はい。で、まあ、絵が小学校の時から好きだったんだけど、あの、小学校の時ってさ、自由帳描いてる子めっちゃいるけどさ、中学校になったら減るじゃん激減するじゃんん。教室で、あの、 思いっきり自由帳を開いて絵を描いてる子ってすごい減ると思うんだけど、やっぱ、ちょっとね、思春期入ったり、自我が芽生えたりして、なんか、人に見られるのが恥ずかしいとか、そういうのが出てくると思うんだけど、で、さらにオタクをなんか、追いやる傾向が多分出てきていて、私がナルトをね、描いてたわけ、模写してたわけ。そしたらさ、しかもそれ、私なんかさ、お、なんか、広げて描いてるわけじゃなくて、ちょっとこそこそっと、描いてるわけね。 隠しながらというか、あんまりちょっと見られたくないけど、でもなんか今書きたいなーみたいな、今最近続けて書いてるから、続き書いちゃおーって書いてたらですね、小学校の時に仲良かった子がさ、え、絵書いてんのキモって言ってきたの。おっ <laughs> やばーと思っておっとーでしょ <laughs> あ,あ結構ショッキングだった、女の子だったんだけど、って、 小学校の時も、しょ、なんかね、休憩時間に毎時間バスケを一緒にやりに行ってた子なの。はい。すごい明るくっていい子だったんだけど、それを私の机のところに来て、結構なデカさで言って、一言言って、キモって言って、ちょっと半笑いだったのもあって、なんか言葉が出なかった。病性足すのやめてほしい。<laughs> ごめん。 情景がより思い浮かんじゃなぁ。<laughs> ごめん。いや、なんか。でもその子のことは好きだったからさ、なんか。え、なんでそんなこと言のあれが苦しいじゃん。いやいや、そう。そんな言わなかった。言えなかったから。その時は確かね、私がね、折れた気がする。折れたっていうか、えっ、ー、と、あーはキモいよね、はは、って言ってしまった。最悪だ。やばいだろ。最悪だよ。<laughs> あーもう辛かったな、あれ。 あ、いね、仲いい友達の言葉が一番聞こえよ。本当にきつかったね、あれは。うわ、あ、なんか、こういうことなんだ、中学校って、って思ったもん。間合いの中から殴られてるもん。<laughs> そうなんだよね <laughs>。インファイトでボコボコにされちゃってんだよ。ガラ空だったんだよね。来るね。懐<る>に入られてのアッパーだね。

あるいは学校が犯人じゃないかっていう説でしたがまあ、今日は3つの説を持ってきて陰キャと陽キャについて語ってみましたがどうでしたいやいやいやあれもう終わりな感じですか終わりですね <laughs> あれ折り返し地点じゃなくなっこれ以上傷をお互い広げ合うんですか <laughs> いやでもこれね学校 ここが犯人っていう説はね、これは、もうそんな、元も子もない。<laughs> <laughs> いやー、そうなんだよ。身も蓋もない話してるんだけど。そうそ 陰キャまあ陰キャかほんまに陰キャを評価する場所も学校だし陰キャを生み出す場所も学校だからねそうなんだよねだからいい形でさ学校が機能したら全然いいと思うんだよあの、うん、陰キャって言われる人たちだってその足が速いって言われてる子たちそれで評価される子たちと同じぐらいあの良さとかさ価値とかみたいなものを生み出す 場があったり、そういう人が一人いてくれるだけで学校が天国に変わる子なんかたくさんいると思うわけね。うん、でも、私、正直さ、マジで見なかったもんね、そういう先生。なんか、陰キャと呼ばれる子、陰キャって呼ばれそうな子を大事にしてるなーっていう先生見なかったもん。基本なんか弱いものとして見てるんだよね。立場が弱くて、声が小さくて、 えー、守ってあげなきゃいけない子たち、困った子たち、みたいな風に思われてたから、それが結構ショックだったなと思って。ね。ね <laughs>。<laughs> ショックだったなっていう締め何なんだよ。ひどすぎるだろ。<laughs> すいません、絶望してるんですけど <laughs>。 こんななダメージを負うかとはないやーちょっとそうなんだよね結構なんか怒りで終わっときゃよかったんだけどさ絶望して終わっちゃってるからさ「<laughs> 締めっぽいんだ」って最後 <laughs> ひどすぎるえなんかちょっと希望の終わりりをちょっと無理やり着地させますかそうだねまあねそうやって学校で陰キャ的な評価を受けてもう 自信を失ってねうん、うん、声も小さくてもニョモニョした状態でうまく笑えない、うん、外に出て走ったりすることももう嫌になってしまった前にも出たくないんだ <laughs> そうやってねもう生きてきてそのまま育ってきた人もねたくさんいると思うんですけどもねうん、うん、それでもなおその人たちが劣ってるとは思わないしそうではないんだとそうです ね、幼キャの人たちよりもあなたたちは辛い思いをたくさんしてるんだから。ああ、その通り、いいこと言う。ね、人のことをたくさん考えられるはずなんだよ。大きい声出されたら嫌だなとか。<laughs> はい、バカにされたら嫌だなとか。ねこ、こういうことされたら嫌だな。こういうことしたらこう見られるかもしれない。うん、こういうことしたら目立っちゃうかもしれないうん、うんね。あの人が俺のことをなんかバカにしてるかもしれない。<laughs> よく出てくるな。<laughs> そう。はい。 いろいろ考えると思う。で、その人、その考えを他の人が人識過剰だと言うかもしれない。うん、はい。でもそうじゃないんだ。おそうだそうだそう。人識過剰なんかじゃないんだ。そういう人たちがそういう経験をしなかっただけなんだよ。うんうんうん。その人たちが幸せで、うん、そう考える、いろんなことを考える人たちが、人よりも少し苦労をして、辛い思いをして強くなってるんだよ。うん。 自意識過剰だなんてバカにするやつがいたらそいつが弱者なんだおあいいこと言えそうだそ <laughs> うだよ諦めた数だけ人間は強くなれるんだなんか名言を吐き出すボットみたいになってるけど大丈夫ですか <laughs> 諦めてからが勝負だ <laughs> どこの少年漫画を引用してるの <laughs> 何も諦めたことがないようなつの <laughs> もに負けるな 最後はね、根性論で収めるっていうね。諦めた数でしょう、ね、うるさいんだよ。重ねた敗北の数なる誰にも負けない。分か,分かったってありがとう。<laughs> 届いたよ、その応援メッセージはマジで。でも、リスナー分かる人多いんじゃないかなって思うんですけど。 ちょっと今このラジオでね傷口が開いちゃった人本当申し訳ないんですけど今の言葉でぜひ今の傷口を縫っていただいて明日から元気に健やかに生きてほしいんだけど <laughs> 大丈夫かい今の今のねが合れてる<や>傷口ぶっていやいやいやそんなことないそんなことないちゃんと一応治療だったと信じたい治療っていうか <laughs> はい。というわけで。まあね。私としてはね、このチャコラジではそういうなんか、マイノリティをね、支援じゃないけど、基本そっち側として私は喋っているので、なんか、このラジオ自体も弱者、弱者、弱者って言うとまた違うんだけど、まあ、なんか、陰キャーとして苦しい思いをした人たちが、あの、スポットが当たる場所として発信というかさ、私もなんかこう、暗い、 暗いなじめじめしてるなあとか嫌だなっていう感じじゃなくて基本明るくねそういう内容をね紹介していきたい明るいコンテンツとして紹介していきたいと思いますのであえて今回このテーマで喋らせていただきました自分の考えも喋っておきたいなと思ったんでマ、まあ、ティックも読んで喋ったんですけどはい <laughs> はいありがとうございましたというわけで、えー <laughs> ちょっと無理やり締めますけど、はい、今回の、まあ、ラジオお聞きになって、ご自身の陰キャ用キャロンのあ新たな説とか、えー、私が提唱した説に対するご意見、ご感想とか、ツッコミとかね、文句とかいろいろあったら、YouTube、Spotify の方でコメント、あるいは、えー、Twitter の方でチャコラジってつけていただいたら、あの随時読みますし、 あとお便りフォーム、メールフォームなども設置しておりますので、まあ、詳しくは概要欄の下段の方をご覧ください。ぜひお気軽にご意見お寄せてください。お願いいたします。というわけで、ティックさん最後に残した言葉はありますかこれからが勝負だ <laughs> <laughs> はい、これからが勝負です。よろしくお願いします。 全部エピソードトークに変えてしまおう <laughs> そうだね、辛いことがあったらね、私、私がね、主にエピソードトークとして、あの、ここで消化しますよ。なので、そう辛い思い出を背負って生きてる方は、ぜひ、この機会に、あの、なんか文章でわーって書いてお寄せください。私が、あの、笑い飛ばしたり、あるいはなんか、大丈夫だよって話をしたいと思いますので。<laughs> よろしくお願いします。みんなの陰キャエピソード送ってね。送ってね はい。というわけで、今回は以上にしたいと思います。ありがとうございました。ティックもありがとう。<何>じゃあね。じゃあまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。シャコラジでは、引き続き、皆さんからのお便りを募集しています。お便りは、ツイート、メール、お便りフォームで受付中です。詳しくは、 チャコラジの概要欄をご覧ください。